このチャンネルではイギリスより世界の料理、お菓子、食周りの情報などをお届けしていますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。はい、皆さんお疲れ様です。今日の動画は1週間の間に私たちが食べたものとコストコに行った時の買い物品紹介をお届けしたいと思います。今映っておりますのは私の一人ランチの模様なんですけれども、これ前回とか前々回ぐらいの動画に出てきたかな、アジアショップで見つけた山芋です。こちらを千切りにして、こんなちっちゃいサイズですし、山芋好きな人うち家族にほとんどいないので、これを千切りにして、おばからもらった梅とあえて、山芋の梅肉あえっていうイギリスではありえないほどの贅沢を一人でちょっと楽しもうと思って山芋を刻んでいるところでございます。もう普段ね、水を触っても私手が荒れてしまうんですね。なので山芋なんて触ろうものならもう一気に湿疹ができて大変なことになってしまうので、でもなぜか食べても別に胃が荒れたりとかアレルギー反応が出るわけではなく、むしろ体調がいいという。イギリス人の夫はですね、こういったネバネバトロトロしたような食感のものが苦手なんですよね。そういう人多いですよね、イギリス人。でも納豆は食べれるようになってすごい好きになったんですけれども、山芋とかは全然ありがたがられないので、もうこれはもうほんとちっちゃいのサイズが売っていたので、もう私だけの お楽しみという感じです。でこの梅干しはですね、私のおばがつけておりまして、前回帰った2年前の時にもらってきたものなので、その当時でもすでにつけて5年ぐらい経ってるかもしれないので、かなり古い梅なんですけど、まあ、もちろん梅干しって不思議なことに全然腐らないばかりか風味が増していくので、これをね、たまの贅沢に私食べてるんですけど、やっぱり梅ってすごい元気出ますよね。こういうのって若い頃分かんなかったけれど、あの梅食べるとなんか疲れが取れますね、やっぱり。あとなんか胃のピロリ菌を殺したりとか、なんかいい効果がすごくあるみたいですよ、梅干しって。でも買うとものすごく高いし、小さいパッケージに入っててもう1日でなくなっちゃうっていう感じなんですよね、こっちだと。最近はね、五穀米を炊いております。でこちらを、キムチと梅肉和えと、里芋のお味噌汁。里芋もね、ぬるっとしてるでしょ。なのでうちの旦那さん食べないんです。だから1個とか2個とかスーパーで買ってきて、自分のためだけにお味噌汁作りました、わかめと一緒に。で今筋トレとかしてるから、海藻とあと野菜は本当に拳2つ分ぐらいで、タンパク質が拳1つ分って考えてるんですね。だから目玉焼き1個だとちょっと足りないから、カニカマが便利。低脂肪だし、しっかりとタンパク質が入っているので、ちょっと足りないなっていう時に添えて食べるようにしています。山芋にはだし醤油をかけていただきました。非常に美味しかったです。はい、この日はですね、この見えているのがペンネの野菜とあえたバジルのサラダですね。バジルペーストをあえただけで、こちらのチキンはフライドチキンなんですけれども、チキンを切って水気を拭いてから、ヨーグルトの中に塩コショウとガーリックパウダーとパプリカ、オレガノ、タイム、あとね、ポイントは白コショウたっぷりと、あと中国の山椒、ハオジャオっていうスパイスがあるんですけど、それをほんのちょっと加えるんですね。そうするとすっすごい本格的な味になります。でそれにしばらく漬けておいた鶏肉を取り出して、今言ったスパイスと全く同じものを加えた薄力粉、それにたっぷりくぐらして、そして揚げたものです。これをチーズを乗せたバンズの中に挟みまして、であとサラダとともにレタスとか挟んで、この日の夕食はこんな感じでした。このフライドチキンすごく美味しいので、今度レシピも紹介したいと思います。はい、ハンバーグなんですけれども、まあ何回も出てきてますけれども動画には、
まず周りをこんがり強火で焼いてからそれをオーブンで焼くようなスタイルで焼いていて、でこれはねうちの実家の近くにハンバーグ専門店じゃないんだけど昔からある老舗洋食屋みたいなところで、ハンバーグをよく食べていたんですね、子供の時から。そこのやり方だと思います。まずこんがりこうフライパン、鉄のフライパンで焼いたものをオーブンの中でじっくり焼いて、デミグラスソースがたっぷりかかったやつみたいな。でデミグラスソースはイギリスに売ってないので、いつも作るときは一かけらだけハヤシライスの素かビーフシチューの素を、本当に一かけらですよ、もう1つか2つ入れて鍋に、で玉ねぎとか炒めてそれを入れて、でお湯を入れてケチャップとかブラウンソースとか入れてかさ増しして、であとねビーフストックとかも入れると、なんとなく本当にそのデミグラスソースがたっぷり作れるんですよ、なんちゃってだけどね。でそれをかけて、ハンバーグにかけていつも食べるんですけれども、ハンバーグが焼き上がったら下に溜まったグレービーソースと赤ワインも加えてグツグツ煮るっていう感じで、たっぷり一かけらだけねあればね全然できるんでね、皆さんもぜひやってみてほしいなと思います。で今回はポテトサラダとレタスも添えて夕食です。They do an exam, yeah? Year 11 are doing exams, yeah. They've had enough, they don't want to do any more study. But they have to. So that's bad. Then all the other years have gone a bit crazy, maybe because it's near the end of the year. They just had a holiday. It's pretty terrible. They'll calm down in the end. Yeah, I wasn't feeling super well this morning, but it doesn't matter. I got there in the end. That's life, innit? Yeah. Just plough on. Djokovic had to retire, not retire, but pull out of the French Open. Why? I had a knee problem. Knee injury. Well, probably as well, but... You got a dodgy knee. Yeah. He was playing really well, but couldn't keep it going. He doesn't want to risk it. Finally, he got old. Yeah. He doesn't want to risk. I thought that he's the AI, but he was human. Doesn't want to risk major injury on his career. Yeah, well, he's at the end now, and he probably wants to play other ones. I am so bad. She sleeps in the morning, Tommy. She's often with you. No, she sleeps on that one space. That's why, you know, I think she's there till like 6 a.m. Well, actually, recently when I've been getting up at 6:15 and she doesn't come down straight away, she's happy to be on your bed still. Yeah, on that. She discovered like another part that is new to you, bro. What does that? あんまりゴロゴロ言わなくならない最近。いやでもやる。まあなんかベッドとかに行くときは普通にグリーン。私の部屋にスニークインしたときはすっごい賢いんだよこの子。ゴロゴロ言わないの。バレちゃうから。うるさいゴロゴロだからね。一日全く気がつかない日が。She's very good at hiding.その時はね、いつもうるさくて絶対気がつくんだけど。エントシラインだし。You're in between that and Musashi Shinjo. Yeah, Musashi Shinjo, yeah. Perfect. Saw it, mate. Saw it.はい、この日のご飯は豆ご飯とジャークチキン、それからサラダになります、ジャマイカンな感じでですね、これもよく作るメニューなんですけど、この豆ご飯はキドニービーンズってありますね、あれを缶で買ってきてザルに開けてちょっと洗って、でココナッツミルクと一緒に炊き込みます。でちょっとオレガノとかも加えちゃったりするとなお美味しいという感じなんですが、チキンの方はいつもは自分でミックスを作ってマリネして焼くんですけど、今回ねボトルを買ったんですよね、買い物してちょっと安かったんで。でレゲーレゲーチキンっていうブランドで売ってるんですね、そのミックスが。でそれを買ってみてどんなもんなのかと思って試してみたんです。そしたらねちょっといまいちだったかな、甘い、なんか
ね、これ割とこっちはジャマイカの人が多くて、あの屋台とか結構あるんですよね。でうちもすごい好きでよく買うんですよ、外でも。だけどそれとは全く似ても似つかないような味でしたね。でまずくはないですよ、もちろんなんですけど、甘いの、なんかバーベキューチキンっていう感じで、とてもじゃないけどジャークチキンの味はしなかったですね。 Thanks for making this, it looks wonderful. いただきます。ご飯どう乗っかる系、手入れ today? I didn't notice or see. はい、こちらがこの今回の料理に使ったマリネード液、レゲレゲチキンっていうやつなんですけど、この市販で売られているボトル、もうなんだかんだで多分20年ぐらいイギリスでヒットして売られているやつだと思うんですけど、だからどこのスーパーに行っても絶対に売っているやつなんですけど、あ、本当にあんまり美味しくなくてびっくりしちゃいました。なんでこんなロングセラーなんだろうっていう。でジャークチキンをもともと食べたことない人がこれを買って、これはジャークチキンなんだと思って多分食べてるんじゃないかと思うんですけど、イギリス人にありがちなちょっと甘くってバーベキューっぽければ別にいっかみたいな。だけどこれ本物のジャークチキン食べてた人はもうびっくりするぐらいまずいと思うんですよね。だから多分ジャマイカ人でこれを買ってる人絶対ゼロだなって思う、そういう商品でした。何もライスあるよ。フィレトンカツです。たまにソースなしでダディを食ってたって言ったカツは、ごまをソースにかけるのが我が家風。ああ、OK、OK。 Why would the camera? No, he doesn't. It would look better than with sauce. For the camera. No, no, that's what I'm saying. 今日はですね、結構張り切って料理をしました。仕事が思ったより早く終わって、本当は忙しいはずだったからテイクアウェイしようかなって思ってたんですけど、仕事がなんと半分ぐらいの時間で終わっちゃってラッキーってことで、それだったら家で自分で作った方が美味しいしってことでね。で金曜日は結構カレーを作ることが多いんです。でハーフタームっていう楽器と楽器の間にお休みがあるんですね、毎回イギリスの学校っていうのは。だからお休みがすごく多いんですけれども、その代わりハーフタイムが終わって学校に戻る時がすごくハードなんですよ。別の学校の先生なんでね、旦那さん。だから結構ストレスフルな。で GCSE って言って、なんて言ったらいいのかな、義務教育の終わりなんですね、うちの三男がね。それでもうとにかく試験試験試験の毎日で、もうとにかくかわいそうなので頑張って、金曜日はもう打ち上げってことでね、まだあるんですけどテストは。でこれがキャベツと、ほうれん草のサブジ。サブジっていうのはインドで炒め物のことです。でこれは発酵中のナンです。あのね、中にココナッツとかアーモンドでペーストにしたフィリングを入れて焼くペシュワーリナンっていうようなやつですね。これは以前にもレシピを出しているので気になる方はぜひっていう感じなんですけど、それからがいつも作っている豆カレーですね。レンズ豆のカレー。なんかシンプルなスパイスで香りを立ててフレッシュトマトで作るっていうのが一番美味しいなと思って、最近はね本当にシンプルなスパイスしか入れないですね。 2,3 種類のホールスパイスを入れてよくパチパチ言うまでいってから、よく炒めた玉ねぎとフレッシュトマトとお豆と本当に塩だけって感じです。油もそんなに使わず。こちらで炊いているのがターメリックライスです。であとここに作ったのがボンベイポテト。ボンベイポテトっていうのは、ボンベイっていうのは今で言うムンバイ、今なんて言うんですかね、コロコロ名前が変わるのでインドの首都、ちょっと今何て呼ぶか忘れちゃったんですけど、
ボンベイって昔は呼ばれていたんですね。なのでまあ東京ポテトみたいなそういう感じの料理で、これもすごいシンプルで、マスタードシードとクミンだけかな。であとカレーリーフが入ってます。でこっちに作ったのが、これはねインドの南の方で作られるゴアンカレーってやつで、ココナッツが入ってるんですけど、タラのカレーです。これもねシンプルなのにすごく美味しいんですよね。なので今日は5種類のカレーを作ったんです。これとこれとさっきのやつと、あともう一個はこのチキンコーマです。チキンコーマカレーはココナッツベース、まあ、今日はね結構ココナッツベースが多いかな。マイルドな感じのカレーで、これは本当にチキンしか入ってないんですけど、まあ、同じく基本は玉ねぎと、玉ねぎをよく炒めて、ニンニクもよく炒めて、生姜もよく炒めて、フレッシュトマトっていうのはもう基本の基本で、全てのカレーが共通なので、もう大鍋に玉ねぎをもう6個分ぐらい一気に炒めちゃうんです。でニンニクも炒めて、生姜も炒めて、そこまでやったら5個に分けるっていう感じで、で5種類のカレーを作ったら5個に分けて、まあ、3種類なら 3つに分けてって、もうだから一気に炒めちゃいます。私はそれで卵もフレッシュトマトを一気にフードプロセッサーで攪拌して、それぞれのカレーに入れていくっていう感じですね。そうすると結構チャッチャッチャッとやれば、もう慣れてるんで私は2時間ぐらいでできるって感じです。はい、こちらはですね、先ほど言っていたペシュワリナンというねナンを作ります。この作り方も以前動画出てると思うんですけれども、作り方だけざっくりこの動画でお見せして、分量の方は下の概要欄の方に書いておくので、ぜひやってみてください。カレー屋さん行くとたまにご飯にレーズンが混ざってたりしませんか。であれが甘みがちょっとすごくほんのり甘くて、カレーの辛さと合いますよね、スパイスとよく。そんな感覚でこのナンも甘いんですよね。それがね本当にたまらなくカレーと合うので、これは日本にあんまりないような気がするのでね、カレー屋さんはたくさんできましたけれども、ナンはあってもこのナンはなんか見たことないんですよね、日本で。なのでもしよかったらぜひ作ってみてほしいなと思います。生地にねこの作っておいたペーストを入れまして、お団子状みたいにこう包んでね、シューマイみたいに、それで包んだものをフライパンで焼くだけなんですけれども、で発酵も一次発酵だけで大丈夫です。でナンの生地ありましたよね。であれが結構緩めだなって多分皆さん思ったと思うんですよ。でやっぱりねパンの生地って、特にナンはなんですけど、緩ければ緩いほど美味しいんですよね、口当たりが。その代わり扱いづらい、だから手で持ってすごい扱いやすいような生地だったら、それはちょっと固めになるって考えた方がいいと思います。このように手で持った時にベタベタ手にくっついちゃうぐらい、それがちょうどいいです。なので打ち粉をたっぷりしながら、手にも打ち粉をつけて、台にも打ち粉をつけて、一回生地を出したらまたちょっとめくって打ち粉を足してあげるぐらいの感じで進めていくとやりやすいかなと思います。よく熱したフライパンに生地を乗せたら、フライ返しとかでギューって潰して、こういうふうに平たくしますね。そして裏表2分ずつ焼きます、中火で。これカレーパーティーとかに出したらちょっと一目置かれるナンなので、ぜひやってみてください。はい、皆さんお疲れ様です。今日はコストコのショッピングを紹介します。キムチ、いつもより大きいハーゲンダッツのアイスクリームで、キャラメルビスケット&クリーム、これすっごく美味しいのでおすすめです。キムチが6ポンドぐらいで、アイスクリームが3ポンド90ぐらいです。これは3つのベリーが入った冷凍のやつ で、こういうのってスーパーでも売ってるんだけど、このブラックベリーとブルーベリーとラズベリーのパターンってなかなかなくって、多分ちょっと高いのか、なんかチェリーとかなんか違うベリーが入っているんですね。この3つはすごくアンチオキシダントで、すごく体にもいいので、抗酸化要素がいいので買いました。であとエビです。これはいつも買っているエビです。
これが9ポンド99。でこのちょっと気になっていたコリアンビーバーベキュービーフ あのプルコギの牛肉の薄切りが入っていてマリネードされているのね、これ初めて買ったんですけど、ちょっと明日夕飯に食べたいと思います。でいつも買っているアクティメールというヨーグルトドリンクがスーパーだと3ポンド50ぐらいするんだけど、コストコだと2ポンド80ぐらいで売ってます。でいつも買っている卵24個入りが3ポンド89。このブルコギは16ポンド49ですね。トマト缶が12個入りで6ポンド78。すごい高いですよね。昔は3ポンドだったのに。はい、これはプロテインがたくさん入ったタイプのグラノラで、すごい美味しくて軽くて、チョコレート入ってるからちょっと脂肪分があるんだけど、プロテインが取れるので子供の朝ごはんにちょっと無理やり食べさせようと思います。3段がすごい食が細くて買いました。5ポンド78ですね。20回分入ってます。いつも買っているコーヒー11ポンド58。これ3連になっているトルティーヤブレッドです。これが3ポンド85ですごく安いです。といくらあってもいいパスタですね。スパゲッティ、これすごく美味しいんですよね。でこれが4ポンド78。はい、この巨大なあのパーチメントペーパーオーブンシート、こちらが3ポンド70で、私がお気に入りで使っている歯磨き粉なんですけど、これがメガパックが6個セットで15ポンド99。スーパーで買うより全然安いですね。であと私がおやつ代わりに食べているマジョールデーツっていうやつで、デーツの高級版なんですね。でまるであんこを食べている、こしあん食べているみたいなんですよ。でお砂糖入ってないんで、でお砂糖ぐらい甘いんですね。でやっぱりカロリーも高いので、一粒だけあの食後のやつに食べたりしてます。こちらが5ポンド、こちらいくらでしたっけ、6ポンド70。でこちら初めて買ったんですけど、小さいパンオショコラがいっぱい入ったやつ30個入って5ポンド99です。今回の合計金額は140ポンド96です。結構買っちゃいました。どんな感じ？美味しそうじゃない？はい、こちらはですね、私たちが住む町にチキンビリヤニ専門店ができまして、あ、チキンビリヤニっていうかビリヤニ専門店ができたんですね。でビーフビリヤニとか他にカレーとかも売ってるんだけど、まあ、ビリヤニが専門ということで早速行ってきたんですよね。でこの日ね、なんとお店ができたてなのでお試しセールみたいなので、このチキンビリヤニ、このたっぷり入ったやつが3ポンドでお試し価格だったので行ってきたんですね。で美味しかったらまた買おうねということで行ってみたんですが、めちゃくちゃ美味しかったです。あのスパイスの香りもすごくちゃんとふわっと香るし、辛さもちょうどよくって、お米もパラパラで、すごくあのチキンはね、骨付きと骨付きじゃないのが選べるらしくって、でこの日はそのお試しだからか分かんないんだけど骨付きしかなかったの。だけど骨付きで炊かれているからこそのこの旨味みたいなのがあって、骨を取るのがちょっとめんどくさいんだけれど、3ポンドでこんなの食べていいのってぐらいの味でした。っていうのもチキンビリヤニってすごく手間がかかるので、家で作るとこれからはここで買えばいいなと思って、本当にいいお店を見つけちゃったっていう感じでした。
はい、こちらはですね、この間のコストコで買ってきたあのビーフブルゴギを焼いているところなんです。あのですね、イギリスでは薄切り肉が売ってないので、本当にこういうふうに薄切りのお肉ってだけですごく贅沢なことなんですけれども、しかもそれに韓国風の焼肉の味付けがされていて売られているんですね。でもしかしたらちょっとお肉があんまり良くないやつとか古くなったやつを使っていてあんまり美味しくないんじゃないかとか、いろいろね疑惑があったんですけれども、これがねすごく美味しかったですね。でレタスで巻いて、あとコチュジャンとかキムチとかを一緒に巻いてあの食べたんですけど、かなり美味しかったので、これはまたリピート買いするかなと思います。しかもお値段も1パッケージ10ポンドぐらいで買えて、4人分もお腹がいっぱいになるほどの量が入っていたので、あのこれはすごくおすすめです。日本にも売ってるんですかね、ブルゴビビーフね。そう、イギリスに住んでる方ぜひ買ってみてください。それでは今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でね。バイバイ。